今からおにぎり味を作ります。材料は焼き海苔1枚、ご飯茶碗1杯、ツナの缶詰半分、醤油少し、レタス1枚です。まずラップの上に焼き海苔を置きます。次にご飯半分を乗せて広げます。その上にレタスを乗せます。その上にツナと醤油を混ぜたものを乗せます。